まずはエリア10まで行きましょう。行け。エリア10に到着したら、エリア12の方角にある巨大な岩を登ります。段差を2つ登り切ったら、右手を道沿いに進みます。そうすると、下があるので登りましょう。これで大社跡エリア10のサブキャンプが解放されます。まずはエリア6を目指しましょう。エリア6に到着したら、エリア7の方角にある岩壁を登ります。上に登れたら、崖下まで落下すれば、サブキャンプが解放されます。続いては、エリア8まで向かいましょう。エリア10方面にある、難破線横の、岩壁を登ります。左手の道を進んでいきます。ちょうど、蜂蜜があるあたりに隙間があるので、入るとサブキャンプが解放されます。まずは、エリア7を目指していきましょう。到着したら、エリア6方面にある、エアーズロック的なものを登ります。登り切ると、サブキャンプが解放されます。そのまま、エリア8を目指していきましょう。到着したら、エリア4方面にある、穴ぼこだらけの岩壁を登ります。上まで登ると、下にオアシスが見えるので、そこまで飛びます。まずはエリア11を目指していきましょう。はいよ。到着したら、エリア6方面にある坂を下っていきます。下り切る手前、右側にある岩壁を登ります。右手にツタが見えるので、これを登っていきましょう。これでサブキャンプが解放されます。
ちなみに、エリア11の岩壁を、無理やり登ることでもたどり着けました。上まで登り切ったら、隙間から落下。エリア6を目指して進んでいきます。ベースキャンプを出たら、まっすぐ進みツタを登ります。エリア6方面に進んでいき、崩れた橋まで行きます。かけり虫を使って橋を飛び越えます。目の前の岩壁を飛び越えたら、サブキャンプがあります。橋を越えるのが不安な場合は、左に迂回することでもたどり着けます。もらうぜ。エリア6のサブキャンプを出たところにある段差からエリア7に向かいます。行け。目の前にマグマの運河が見えたら、大かけり虫で向かい岸に渡ります。渡れたら、マップ上部に向かって進んでいきましょう。途中大きな落とし穴がありますが、落ちても気流に乗って上がれるので、安心してください。突き当たりまで進むと、サブキャンプが解放されます。ベースキャンプから向かう場合は、4、5、12の順に進んでいき、エリア12のツタからエリア10へ移動。そこからマップ上部を目指しましょう。落とし穴には要注意です。これで全エリア、サブキャンプが解放されます。約10分ほどで完了するので、ぜひやってみてください。正式には、発見により解放されたクエストクリアで、使えるようになりますが、小型モンスターの討伐や、採取がメインなので、手が空いた時に済ませてしまいましょう。
そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。